株式会社、特馬書店は、日本の出版社、エンターテインメント分野が中心。第二次世界大戦終結直後、言論統制の反動からかうごの竹のこのごとく、勃興した新興新聞社の一つで、読売新聞社出身の竹井白雄が1946年に起こした、朝日芸能新聞社が源流。芸能とゴシップ記事を中心とした、 朝日芸能新聞を発行していた。竹井自身は新聞界への情熱は持っていたようで、1953年、東京で一般誌日東新聞を創刊している。しかし、この日東新聞創刊が裏目に出て、1954年には朝日芸能新聞社の業績は急激に悪化。竹井はついに撤退を余儀なくされてしまう。 後を引き受けたのが、同じ読売新聞社の出身で、竹井の同僚の徳間康義である。徳間は竹井に壊れて、同社の役員になった関係で、残務処理に当たっていた。この時の徳間の姿勢に、債権者、従業員、取引先のほとんどが、親近感を覚え、会社を畳むより、徳間の手でぜひ債権をとの声が、各方面から起こり、 同1954年3月に、徳間は、東西芸能出版社を起こして、休刊していた、朝日芸能新聞を再刊した。1956年、朝日芸能新聞を、雑誌、週刊朝日芸能に切り替えたが、これは非新聞系の週刊誌として、週刊新潮と補調を合わせての総刊であり、徳間は、新庁舎の佐藤義介から声をかけられていた。 東西芸能出版社は1958年、朝日芸能出版社と解消して再起を期した。1961年4月に朝日芸能出版の書籍部門を特間書店として分離設立したが、やがて朝日芸能出版は一般書籍にも進出することとなったため、1967年4月に両者が合併し、朝日芸能出版を 存続会社として社名を徳馬書店に改称した。太平住宅からミノルフォン株式会社を買収し、徳馬音楽工業に改組し音楽業界に参入。倒産した大英の経営も引き受け、同社を再建。さらに業績が悪化していた東京タイムズを買収して、古巣の新聞業界にも参入した。 出版社の音楽業界参入はすでに講談社が戦前から言ってはいたが、映画事業への参入は角川書店よりも早かった。また、新聞事業の参入は、やはり徳間も新聞社出身だったこともあるが、講談社の日刊現代の成功が刺激となったようである。この東京タイムズは朝日新聞販売店に販売を委託していたが、長官誌だったこともあり。 部数が伸びず廃刊となっている。そしてアニメブームに乗って発刊した雑誌、アニメージュが契機となり、宮崎駿を高畑くんを要するスタジオジブリを設立。日本のアニメ界の発展に多大な功績を残した。また1991年にはダイヤル Q2 のパイオニア事業者だったダイヤル Q ネットワークの事業譲渡を受けとくま インテリジェンスネットワークを設立している。しかし、長年の拡大志向経営が、たたりバブル崩壊が、引き金となって、経営が大きく傾いて、住友銀行の管理下に置かれる。それでも、なお徳間は、社長の座を手放さず、磯田一郎を続く、辰巳外を率いる住友銀行と激しく渡り合って、会社を巧みに存続させた。負債総額は、グループ全体で、 最大1300億円に達したとも言われる。2000年9月20日、徳馬安義が急死。徳馬の死後、徳馬ジャパンコミュニケーションズは2001年10月に第一交渉へ売却され、大英は2002年11月に角川書店へ全営業権を売却して解散。新橋の旧社屋は2003年に資生堂へ売却されて、潮止め FS ビルと改められ、 併設の特馬ホールもスペース FS 潮止めとなった。2005年4月に特馬書店の特馬書店事業本部とスタジオジブリ事業本部を株式会社特馬書店と株式会社スタジオジブリに分離独立させ、旧社は債務整理にあたる株式会社芝ホールディングスに称号変更をした。2013年10月にカルチュアコンビニエンスクラブ およびその出版事業主会社のカルチュアエンタテインメントと業務、資本提携。2014年12月に代表取締役社長の平野健一がカルチュアエンタテインメントの社外取締役に就任。2015年4月ネコパブリッシングと共同出資で共同販売業務委託会社株式会社 C、パブリッシングサービスを設立。 2017年3月21日付で、カルチアエンタテインメントが株式を追加取得し、出資比率を9割超に引き上げ子会社化した。2018年2月本社を東京都品川区上大崎三丁目一番地へ移転。ありがとうございます。